あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。間違えた。今回は本当だったらですね、アズランっていうところのキークエストだったんですけど、ちょっと待って。おう、あゆな、レベル40以上のこれまたビッグな盗賊になったもんだね。へへ、この姿を見たら、あのブデチョがあんたを名指しで依頼してきたのも名付けるね。おう、マジか。そう、今回の仕事もあのブデチョからだ。盗賊クエストというのはブデチョからの依頼しかないのだろうか。なんでも、前回亡くなったオルゴールの中身をあんたに見つけてきてほしいんだってよ。そんなのすぐ頼めばよかったじゃないか。いや、私がすぐに来てないだけか。今回、あたいはノータッチさ。なんか裏がありそうだけど、やってみるかい？裏ってなんだ？クエスト依頼されました。このクエストを受けますか？盗賊王の誇り、ブデチョの依頼。お、今度海賊王って言わなかった私、偉い。ガクとガタラの酒場で女盗賊ダルルに前回に引き続き、ブデチョからの仕事を引き受けてほしいと頼まれた。ブデチョはなぜかご指名でこの仕事をやってほしいそうだ。初回報酬は盗賊のチュニック上？盗賊のチュニック下。受けます。お、いいね、熱いね、燃えてるね。それじゃブデチョのところに行って詳しい話を聞いてきておくれよ。ブデチョのオルゴールを盗んでた、旅団のやつらが何をしたかったのかあたいも気になるよ。それじゃ任せたからね、あゆな。クエスト、ブデチョの依頼を受けました。あ、そっかそっか、結局あいつらが中身を抜い取ったってことだよね。あ、で、本当ならね、今回アズランっていう町のキークエスト、うん、を受けに行く予定だったんですけど、ブデチョってどこだっけ。待ってね、ブデブブブ、おったおったおった、これで今は、あ、なるほど、階段を降りていくのね。階段を降りる、上がるのか、上がるんだよね。うん、あ、で本当ならね、アズランっていう町のキークエストを受けに行く予定だったんですけど、私がね、よく見に行っているゾンビさんっていう方がいらっしゃるんですけど、ゾンビさんがちょうどね、ドラクエで盗賊クエストをね、こっちだった？こっちじゃない？え？違う？こっち？あれ？どこだっけ？あ、こっちだ。で、ん？上がってきちゃダメだったのか。あれ？うん、ゾンビさんがね、ちょうど盗賊クエストを始めてて、で、このまんま行くとね、多分どんどん盗賊クエストをクリアしていっちゃうんですよ、ゾンビさん。なんで、ゾンビさんがね、こっちは町の出口ではなかったっけ？気のせいか。気のせいじゃない。出口だ。うん、その盗賊クエストのレベル40のやつが上がってしまう前にクリアせねばと思いまして、急遽盗賊クエストをやっていこうということになりました。私ね、初見でちょっとゲームをやりたいので、このままだとゾンビさんの動画が見られなくなっちゃうんですよね。なのでちょっと今回はね、またガタラの方に戻ってきて、このおじさんの依頼を受けていきたいと思いますよ。あゆなさんですね。今回の仕事はちょっと訳ありでして、ガタラに来てから日が浅いあなたを指名させてもらいました。ガタラに来てから日が浅いというか、もう私は旅立っていたのだけれどね。と、依頼の内容はもうお聞きですか？妻の形見のオルゴールに入っていたものを私の手に取り戻してほしいのです。え、オルゴールの中には何が入っていたかですって？すみません。それだけは言えないのです。もしあなたがその中身を目にしても、誰にも喋らないでくださいね。なんだ、どんなものなんだろう。それでは仕事の話に戻りましょう。オルゴールの中身の行方を追っていたところ、私はある情報を仕入れました。あ、とりあえず一回は自分でやろうとしたんだ。すげえね。と、その情報によると、オルゴールの中身は、なんと、つむじ風の旅団のヘッドが直々に持っているらしいんです。そこでアユナさんにはヘッドを探し出し、オルゴールの中身を奪い返してきてほしいのです。ダルル盗賊団の中には旅団の足取りに
ん？足取りか。ああ、なるほどなるほど。足取りに詳しい者もいるはずです。その人に話を聞いてみてください。危険な仕事かもしれませんが、あなたしか頼れる人がいないのです。よろしくお願いします、アユナさん。クエストが進んだ。え、ダルル盗賊団にその話を聞きに行くということは、また戻るということだ。あ、こっちか。これだ。また戻って、ダルル盗賊団ってさ、あの二人以外にいたっけ？いないよね。ここに、ここか。違う違う。ね、このイスターとダルルしかいなくね。違うから座るなよ。何？オルゴールの中身は旅団のヘッドが持っているだって？あのおっさん、どこでそんな情報を。実際にこの人こんな小さかったっけ。すまねえが、旅団のアジトはまだ突き止められてねえ。ただ北東のカルデア洞穴にそれらしい集団が入るのを見たって情報があったんだ。とりあえずそこに行ってみたらどうだ。北東のカルデア洞穴。ふんふんふん。町を出て道なりに北東に行けばカルデア山洞に出る。そこから南の方に進めばカルデア洞穴があるぜ。道なりに北東に行った後に南、北東、カルデア山洞、カルデア洞穴、北東、南。呪文のように唱えていなければ忘れそうだ。町をどっちから出るって。出口一つしかなかったっけ、ここ。カルデア山道北東、道なりに。よし、とりあえず出発しましょう。で、あ、そうそう、ですね、前に何人かの人にね、コメント欄で、レンドアに行ったらルーラストーンが手に入るクエストがあるというのを聞いていて、これはこっち？こっちだったっけ？あ、違う、こっちか。あ、なるほど。うん、レンドアで、ルーラストーンがもらえるクエストがあるっていうので、それをやって、ルーラストーンゲットしました。2個目のね。あれ、登録したっけな。まあいいや、とりあえず。うん、とりあえずゲットしました、はい。あ、ここは1箇所しかなかったのか。いやー、脳みそが。おー、やばい、順調だ。あ、ダメ、私がこういう風に順調だーとか言ってる時って大抵さ、後からなんかいろいろ起こるんだよ。鏡石。なんか前にね、他の人にも言われたんだけどね、私偉いって言ってる時って大抵迷うんだよ、私。よし。ほら。あー、また言いそう。でもほら、順調なんだよ。当たり前なんだけどね。私が迷いすぎのだけなんだけど。これで？どこ？これまっすぐ行けばいいの？びっくりした。今何が見えたんかと思った。よし。はい、カルデア山道。で？なんか超暗いんだけど。てか、なんか動いてんだけど、何あれ。で、カルデア洞穴。あ、近い。近い。近いよ。なんか、あ、お化けキャンドル的なやつかな。お化けキャンドルの紫版みたいな。なんていうのかわかんないけど。こっちだ。なんかあれだね。周りが暗かったらちょっとさ、不気味に見えるね。でもあの子たちよく見ると可愛いんだよ。昔から思ってんだけどね。ドラゴンクエスト5の時から思ってんだけど、ドラクエ5でお化けキャンドルは、レヌール城のイメージ。なぜか。まあ、あれはお化けキャンドルで、これは多分お化けキャンドルではないんだけど、
入り口どこにあんの見えないんだけど。待って待って待って、マジで見えないんだけど。入り口どれ、これ。あったあったあった。暗すぎて見えなかった。で、いて、でカルデア洞穴に入ってきてどうすんの。奥に進めばいいのかな。いや、すみません、ごめんなさいね、列を乱してしまった。あれだ、私夜中にゲームしていることが多いから。今お昼なのですよ。普段あんまりね、人がいない時間帯にやっているからちょっと勝手がわからねえわ。とりあえずずっと奥に進んでいけばいいのかね。なんかぐるぐる回ってない、私回ってるよね。こっちか。どこに進めばいいのだろうか、これは。こっち？あの扉。よいしょ。助けてくれー。誰だ誰だ。お？誰？水風の旅団だよね、こいつは。あれは誰？奥の。これこれこれ。ぷ。ぷ？ギャッハッハッハ。なんか笑い出した。ビビった？ビビったか？いや、悪い悪い。魔物以外と絡むの久しぶりでよ。ついおふざけが過ぎちまったぜ。なんだこいつは。あれだね。なんか、誰だっけ？ハッサンみたいな。俺の名はチャムール。そしてこいつらは、俺の仕事仲間だ。お？そう、この俺こそが、悪名高き、つむじ風の旅団を束ねるヘッドなんだな。おいおい、そう構えるなよ。あんたも盗賊なんだろ？同業者同士、仲良く行こうじゃねえか。あ、こいつ、ん？こいつがヘッド？あんたがここに来た理由も察しがつくぜ。大方、ブデチョの親父に何か頼まれてやってきたんだろう。へへへ、図星だな。確かにあいつが大事にしていたもんは俺が預かっている。なんかすげえ穏やかな顔してんだけど。すぐに返してやってもいいんだが、それじゃあいまいち面白くねえよな。どうだ、一つあんたの腕前俺に見せてくれないか。貴族ってやつの腕前をよ。戦うのか。よしよし、いい返事だ。それじゃああんたには盗むを使って魔物からお宝を取ってきてもらおうかな。あ、そういう？盗んでくるのはウェナ諸島のベリナード領南にいるホタテワラビーが持っている黄金ホタテだ。何それ何それ、ホタテワラビーって何なの。まず盗むを成功させ戦闘に勝ち、黄金ホタテを手に入れたらまたここに戻ってくるんだぜ。プレチョの探してるもん返してやるからよ。ほう、なんで上からなんだ。なんて言った、ウェナ諸島。ウェナ諸島ってどこだ。とりあえずちょっとリレミと、で脱出。へい。で脱出して、なになになに、あれ、グレン、なんだっけ、作戦違う、戦歴で、お、どこだい、クエストリスト、これか、盗賊、ん、これこれか。ウェナ諸島のベリナード領南。ウェナ諸島って何、どこ。とりあえず地図を開いて、ウェナ諸、ウェナ、とりあえずあれだね、あ、間違えた、違くって、とりあえずルーラストーンで、なんてこと、ガタラがないじゃないか。走って戻るしかないのか。なんてことだよ。なになに、今なんかいた？マッドフィンガー。二度あることは三度あるんだよ。三度目来ちゃうよ。
気をつけなければ。いっぱいいるね。これはまだカルデア山道か。ここを抜け出してまたあの道なりに帰っていかねばならぬのだね。またほら指輪つけてる指輪。そういえば私はさ、指輪だとかイヤリングをすぐになくすのだけれど、何なんだろうね。エンジェルハーツいっぱい集めて酒場に持っていこう。そうそう、女子力を高めたいって思いながらね、指輪とかイヤリングをつけたりするのだけれどね、それを私は、ね、暗いんだけど、それを私はね、すぐになくしてしまうのだよ。よろしくないね。前にあの、なんだここは。あ、こっちか。うん、前にね、なんかイヤリングをさ、あ、雨降ってるし。うん、あの、なんて言うんだっけ。複合施設。商業施設。なんて言うんだ？わかんねえや。商店街みたいなとこでね、まあ。商店街みたいなところで、思いっきりイヤリング落としちゃってね。道、どこが道？急いで取りに戻ったはずなんだけど、なかったんだよね。なんかそういうこと多いんだ、私。てかね、自分家のさ、道どれ？あ、これか。自分家のさ、車の中でも物なくしたしね。なんだろうね、私。車の、しかもね、車の中どころじゃなくってさ、自分の部屋で物なくしてさ、それがなんか、どんだけ掃除しても見つからないっていうね、意味がわからないことが起きているんだけれど。なんだろう、私の周りは、あれかい？異次元への扉でも開いているんじゃないだろうか。やばいやばい。なんか寝る前に触ってたものが起きたらなくなってるんだよ。起きたらなくなっててさ、それがなんか永遠に出てこないの。怖い。マジで怖いよ。お。一発。どうなっていらっしゃるのだろうか。私が寝ぼけてどっかにやってるだけなのかな。えい、怖いぜ。私が気に入って使っていた指輪も300円のね。別に値段なんていいんだ。可愛いか可愛くないかだけなんだよ。持ち物なんてすべて。どっちだっけ？こっちか。へえ、違う。こっち。あ、こっち。あれだよ、私は。大阪のおばちゃん理論なんだよ。質より量なんだ。いや、そんなことはないか。食べ物に関しては量より質より量。質より量。もう何を言ってんだかよくわかんねえや。で、あ、違う、ここまで帰ってきてどうすんの。てか、ウェナ諸島ってどこだよ。パパパパッパ、誰かレベル上がったね、おめでとう。地図で、ウェナ諸島。ね、ウェナ諸島ってどれ？ウェナ諸島っていうあれか。大陸があるのか。もしや。え？え、違くってさ、あの、なんだい？あ、今いる大陸じゃない。大陸一覧。あ、これだ、これこれこれ。ウェナ諸島。ここに向かって、ん？どこに行くって？ベリナード領みな、これか。ウェナ諸島。あれかな？電車に乗って行くのかな？
ウェナ諸島っていうところは行ったことないよね、私。多分。町の名前を覚える気がないのかね、私は。どこですか？あ、こっちだね。あっちからじゃ行けねえよ。こっち。で、駅から。ウェナ諸島に。あれ？あ、これだ。どこ行ってんだろう。そんな奥まで行けたっけとか思っちゃった今。これこれ。で、ウェナ諸島ね。駅員さん。駅員さん向こうにもいるね。どちらの駅まで行きますか？行けなくね？あ、一気には飛べないってこと？ラッカランに行って、そこからさらにウェナ諸島に行くということだろうか。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。動画の下の概要欄の方に、登録ボタンと、あとツイッターのリンクですかね、貼ってるんで、そちらの方もよろしかったらフォローお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。